近畿エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は蒸し暑い一日となり、南風がだんだん強まってきました。和歌山市の紀州ちゃんからは、すごい風です。この強風の中、洗濯物を無理やり干したらこんなことに、とリポートをいただきました。この蒸し暑さも強い風も台風4号の影響です。朝鮮半島沿岸を進む台風4号は今後日本海を進み、北日本へ進む予想です。近畿エリアへの直撃はなさそうですが、台風の南東側で雨雲が発達していて、強風域も大きく広がっています。今後の天気はどうなるのか、詳しい予報を見ていきましょう。明日は各地で雨や風が強まります。特に朝が荒れた天気のピークとなりそうです。横殴りの雨で傘は役に立たず、出勤時間は交通機関への影響が心配です。道路の冠水や川の増水などにも注意してください。明日の朝は荒れた天気になる恐れがあり、交通への影響が心配です。ウェザーニュースの携帯サイトやウェブサイトで最新の情報をこまめに確認してください。それでは、ウェザーニュース。